はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、パズドラ Z 続きからやっていきたいと思います。で、今回はね、ついにあの天空竜、裏の天空竜挑みたいと思います。 Let's go。 で、今回もね、コメント読んでいこうと思うんですけど、竜石とかのミッションやるときに余裕があれば次のためにその動色ドロップ近づけておくといいかもしれませんよ。確かにその、そうだね、竜石とかあとはなんか分かれ道とかそういう時にドロップ近づけさせてやりやすいパズルにした方がいいかもしれないね。今回はこの千樹島ユグドラシル行きたいと思います。ボス戦ステージ1、樹天竜の庭園、かっこいいね。多分ね、貴族性が多いので主にまあこの神竜タイプの攻撃が2倍プラス、まあ火属性多め、まあ2体しかいないけど、まあそんな感じかな。水属性はちょっと入れてない感じだね。さあ来たぞ。うお、でかい。なんかドライトスに羽が生えたみたいな感じじゃん。で、あと助っ人がすごいもう優秀。いや、これで4倍だよ。で、いきなり Z ドロップいい位置にあるね。これいけるんじゃないかな。まあ一応5コンボ。あ、いや、てかどうだ。はい、残りますか。強いな。気合の鉢巻きかな。まあ、だけど倒した。おお、来たね。ステータスバリアか。なんかヒドロップが少ないな。お、強い。ほんと強いな。よし、多分これいったんじゃない。お、倒した。でかでかいですね。あと、キドロップでいけたな。まあ、だけど一応次、まあ、これもしいけなかったら次、そうだね、行こう。で、ドラゴンズラ、おお、なんか真似してきてるね。ついに相手を真似してきたか。ナイスナイス。オッケー。で、竜の宝箱、キドロップが結構欲しいな。ワンチャンこれさ、2つ同時にいけるかもしれない。あ、いや、全然いけなかった。そうか、縦に5個か。あー、いけるね。いやー、よかったー。よーし。で、これか。このモンスターね。どうだ？おお、半分で。ドロップチェンジキー。これちょっと厄介だな。で、攻撃はどのくらい食らう？あ、まあ、5800ね。ナイス。5コンボで。いけた。で、メラルドドラゴン、なんかこう見るとめちゃくちゃ可愛いな。ありがとう。どうしようかな。
おお、いけるか。火属性なしだったけどね。え、でもボス、え、ちょっと待って。こんな簡単だっけ？なんかユグドラシルエリアの道中の、なんだろう、エリアの方が結構厳しかったけどね。まあ、ここだよね。問題なのは。このボス戦が。どうしようか。まあ、火属性の2コンボ。火ドロップか。おぉ、食らうね、結構。バーニングブレス。バーニングブレス。バーニングブレス。めっちゃいいね。いやー、ヒドロップがない。え？ドラゴンズロー。あ、これ勝った。これは勝ったよ。さあどうだ。7コンボ。これいったでしょ、さすがに。よし、きたー。いや、クリアだよ。ナイスで、ついに、最後のエリアじゃん、これ。うお、え、かっこいい。うわー、来たか。はい、ってことで一応今回はですね、ここまでにしたいと思います。で、次回はね、エデンエリア、最後のエリア、やっていきたいと思います。ついにここまで来た。ちょっと頑張りたいね。ってことで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しまったらぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。ってことで、ボワイ。